WSP に告げる。武装解除して車から降りなさい。繰り返す。武装解除して車から降りなさい。どうなってるんだ。ラシア警察は完全に俺たちを敵対視してるじゃないか。これじゃイングマルの基地に行くどころじゃないぞ。おそらくイングマルの仕業ね。私たちの動きを察知して先手を打っておいたんだわ。イングマルはラシア警察を動かせるというのか。全部ではないでしょうけどね。核ミサイル基地を私有化するようなやつよ。何にしてもこんなところで待たされるのはごめんだわ。どうするつもりだ。決まってるじゃない、強行突破あるのみよ。急がないとまずいぞ。私たちはラシア警察のバリケードを突破し、スカイギルドの基地を目指す。核ミサイル発射の瞬間は刻一刻と近づく。俺たちはもう引き返せないところまで来てしまった。しかし後悔はしていない。俺たちがスカイギルド、イングマルを止める。ラシアの大地を疾走する中、ハンドルを握る手に自然と力が入る。ついに決着をつける時が来た。スカイギルドの基地まで残り数十キロ。ラシア警察を突破したブルーウィングだが、完全に逃げ切れたわけではなかった。だが立ち止まることはできない。決死の覚悟でラシア警察から逃れていく。大地をかける。
れは何？軍隊だ。奴らラシア軍まで動かしてきた。賢明な判断ね。でも軍隊であろうと WSP の相手ではないわ。さあ片っ端からやっつけていくわよ。攻撃命中。ラシア軍の追跡を振り切った俺たちの前についにスカイギルドの基地が姿を見せた。あそこに倒すべき敵イングマルがいる。俺たちは皆一様に緊張していた。まさか俺たちの手に世界の未来が託されるとは。だが決して弱音は吐かない。誇り高き WSP のブルーウィングの一員である限り、そしてイングマルの野望を阻止するために。あのマシンはブラックストーム。ブラックストーム、それは何？日本の WSP チームなの？いや、 WSP とは無関係だ。警察とは全く関係のない知的な集団だ。犯罪集団なの？犯罪者を見つけ次第実力で叩き潰す死刑集団だ。力による正義を主張する集団、それが奴らだ。欲望は罪を生み出し、罪は熟して死と、そして我らの手によって刈り取られる。悪を裁く正義の使者、ブラックストーム水産。やっぱり生きていたのか。そう簡単には死なん。まだまだ世の中には相手捨てるほどの悪がいるからな。
わざわざラシアまで何をしに来たんだ。ずいぶんな挨拶だな。力を貸してやろうというのに。力だと？どういうことだ。スカイギルドの本拠地に行くのだろう。ならば目的は同じだ。俺も人類を滅ぼそうとする奴らを野放しにしておくことはできない。確かに目的は同じかもしれない。だが力で解決するつもりはない。ロバート隊長、犯罪者は法で裁くと言っていたじゃないか。それが今では力ずくだ。どうしてそんなに変わってしまったんだ。ロバート。ああ、オーファンと名乗っているが、ロバート隊長だ。間違いない。ロバート、私よ、アリシアよ。ずっと死んだと思っていた。どうして。何を言っている。私はオーファン。お前など知らん。私はただ罪を憎み、悪を裁く。そのためだけに生きている。ロバート、どうして。もういい。何を言っても無駄なようだ。それではお互い協力するということでいいんだな。好きにしてくれ。奴らの基地が見えてきたぞ。ロバート、松平、アリシア、オーファンはついにイングマルの元へとたどり着いた。一連の事件の元凶である男、イングマル。この男を倒さない限り平和は訪れない。松平も隊員たちもそれぞれの思いを胸に秘め、基地の中へと侵入する。最後の対決が今まさに始まろうとしている。正義か悪か。核ミサイル発射台さえ破壊すればイングマルの野望は阻止できる。そしてあとはイングマル自身を通す。それで全てが終わる。ターゲット発見。よし、イングマルが逃げるぞ。輸送機で逃げるつもりよ。あれに乗せてはいけないわ。グズグズするな、オゾ。
急がないとまずいぞ。どうしたの？何をためらってるの？早くトリガーを引きなさい。俺たちの仕事はここまでだ。裁くのは法だ。あとは法に委ねよう。まだそんなことを言っているのか。奴のしてきたことを思い出せ。ここであなたが判断ミスをすることで世界を再びテロの恐怖にさらすことになるのよ。もたもたしていたら逃げられるぞ。お前がやらなければ俺がやるまでだ。待ってくれ。俺の手で決着をつける。おお。